赤星です。どうもサクサクミルク赤崎です。瀬尾です。よろしくお願いします。はい、さあ今回はこちら、夢を語れ東京ということで、はい、一応前行きませんでした。ご名答2回目でございます、はい、ですよね。なぜ言ったのか後ほど、はい、こちらね、都営三田線白山駅の自転車がすぐのところにございますけども、うん、去年行った時はですね、このように看板が横文字だったんですけども、うん、このようにですね、漢字の夢を語れにプチリニューアルをしているという、はい、点が一つございますね。いきなりまあ食券からいきますけども、清見にラーメン、豚ラーメン、味噌ラーメン、豚味噌ラーメンの4種ということなんです、うん、前回、まあ、食べれなかった、ラーメン総系でもですね、藤丸系としてもとてもレアな味噌を今回食べてみたいということを言ってみたんですね。はい、ということでこちらです。味噌ラーメンの、こちらが全部マシマシ辛ネギをプラスしておりまして、辛ネギはね、本来は別皿で来まして、ネギ以外にコロコロとした豚が入ってるよと。これ美味しいですね。チャーシュー、ネギチャーシュー、まずね、そして辛ネギからまずはね、ちょっとテイスティングということでございますけど、まあ、辛さのレベルはですね、軽めなんですけども、食感的には非常にシャキシャキで、まあ、ネギ食べてるなという感じが。ネギ食べてる、絶対うまいですね、これ。これうまいね。ピリ辛ネギとのクタ野菜の味噌ラーメン、子供の頃にですね、よく車ラーメンというところも行きましたんだけど、懐かしいですね、ということで。ラーメンをラーメン例えて老舗のお店ですね、クレマヤも面白いですよ、ね、そしてこの豚、ね、三角豚が入っておりますけども、非常に返しが染み込んでいまして、美味しい豚さんなんですね。まあ、味噌スープと組み合わせていきますけども、ほんのりですね、生姜の風味がこうふわーっと流れてくるんですね、はい、スープ自体にも生姜が溶かしてあるらしいんで、以前はね、非乳化スープだったんですけども、はい、最近は結構乳化させているというお話でございました。さあ、そしてその麺をこいしょい、天地返ししていきますけども、まあ、この夢を語れといえばやっぱり藤丸系なんで、この太さね、濃厚豚味噌スープが絡んで美味しいよというところでございます、はい、麺量小でもですね、あえて触れなきゃならないほどのすごい量なんで、これ、うん、めちゃめちゃ多い量は多いと。いや、多いですよ。もう隣の人も苦戦してすごい汗かいてましたから、赤同士で そうね、服が、まあ、同期だけど、あ、そう、そうだ、そうです、そうです。ニンニク、早速かけていきましょう。よいしょー、よっこいしょっとね、まあ、ただでさえ濃い味付けなんですけど、これやっぱニンニク味噌というね、美味しいワードですよ、やっぱりワード、ねえ、絶対うまいの、美味しいでしょ。油、うわ、別皿で、別皿油です、やっぱり夢を語るといえばね、この油ね、かけるのなく、いやいや、もうやっぱり肉かすが多いんでね、これも一つの料理としても僕は認識してる、液が落ちた時のための感じで使ったけどすごいな。で、まあ、その後でちょっとね、残った分はちゃんとね、そこは分割して、ホラー漫画で油を飲む男みたいな人がいや、これあ、ここにいたんだ。いやいや、これはそんな感じですよ、ホラー漫画ではございませんね、現実に文京区で起こっていることなんで、これは油自体はしょっぱさが特徴的な別皿油でございますね。であと卓上のね、胡椒とか返しなんかもあるんですけども、はい、まあ、この味噌とそして濃厚油の塩加減で特に入れなくてもいいという、繰り返しますけども、非常に麺が多いんで、僕ここの麺増しとかも恐ろしくてできないんで、はい、普通にフラッと行って麺増しとか絶対やめてください。もう増し増し TV っすよ。まあそうなんだけど、もう本当に言うから、増し増し TV やってる赤星でさえ、そんなチャンネルやってるから増し増しにしますとかそういうレベルじゃないんだよ。いや、もうコンセプト、あ、徐々に頼むよ、徐々にレベルアップしたら今後麺増しをするかもしれない。まだレベルアップしない。90.9 だけど、90.9、違う違う、麺の量、ほら95だから、もう麺の量は95まで、こんだけ食ってまだレベルアップしてないですか。いや、ちょっとね、違う、でもね、やっぱね、増し増ししていいとことダメなとこありますから、本当に自分でも分かってるから、これ言ったらギルティーだなっていうのは。ただそれよりですね、夢を語るの、まあ、ちょっと詳しくはまだ言えないですけども、新しい店舗が都内にできるかもしれないということで、また新しい店舗ができましたら、そちらでもぜひよろしくお願いいたします。そんです、はい、
you